はい、浜市さんの新製品、天然網 100% を使った、桃の香りの再現餌で桃花という餌です。で、チューブ式になってますんで、こういうふうにこう蓋を外してこういうふうに絞り出して使う、こういうタイプのサビキの餌ですね。